クリックすると、ドイツ語のアルファベットのプレゼントがもらえるよ <laughs> こんにちは、マキシです。今回は、ドイツ語で、あけましておめでとうございます。お勉強したいと思います。で、その、あの、新年のご挨拶をドイツ語で勉強してから、最後に、あの、ドイツ語は正月でどのような習慣があるか、っていうのは、あの、後半の方で話していきたいと思います。まず、ドイツ語のフレーズを覚えていきましょう。イェーイ <laughs> えっと、一番シンプルなのは、フロース、ノイス、いや。振り返していきます。 フォース、ノイズ、いや。フォース、ノイズ、いや。フォーは、よい。なんかこう、喜びのある。フォース、ノイズは新しい年。だから、あの来年もなんか喜ぶような年になるようにっていう意味なんですよね。フォース、ノイズ、や。で、あの他には、なんか、良い、良い、良い年になるように。 Ein gutes neues Jahr. Ein gutes neues Jahr. Michael für die Ein gutes neues Jahr. Anto also, war. Ähm, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Deutscher sind also gar nicht. Chinesen nicht reidu frühen, das ja oder das reidu mit deini einen guten Rutsch ins neue Jahr. ネットあの来年によくこうワーダスライドするようにあの私は思っています。このようなフレーズがあります。で、あの聞くときもできるんですよね。でそう新年になってあの1月で久しぶり友達をやったときにあの、実はどうだったお正月、年末どうだったって聞くときに、なぁ、bist du gut, du gut ins neue Jahr gerutscht? もう一回振り返します。なあ、ah, bist du gut ins neue Jahr gerutscht? ねえねえ、nee, ね、nee, え、nee, 新年のなんかヨコスライドしたのみたいな感じに聞くことできます。なあ、ah, bist du gut ins neue Jahr gerutscht? ねぇ <laughs>、あの、あと、例えば、なんかラインに、なんかこう、モクテキを足しできるように。Ich Viel Erfolg im neuen Jahr. これはどっち買っておったらなんかというと、ちょっと仕事場で使います。なんかああの来年もなんかビジネスが成功できますようにみたいな感じ。<laughs> あけましてに んおめでとうございます。という、まあ、ドイツ語ではこのようなフレーズなんですけど、次は、ドイツ語、ドイツ人は、あの、お正月でどのようなことをするのかっていうテーマについて話していきたいと思います。まず、ドイツ人は花火をします。イエーイあの、お正月になった瞬間、あの、みんななんかこう、めでたくてめでたくて仕方がないので、あの、近所、あの、公園とかに行って、あの、すっごい花火をします。で、花火いっぱいするので、 あの外外はすっごく綺麗なんですねあのいろんな色で光ったりしててあのすごく綺麗なんですけどあの次の日にあの街が本当にゴミだらけになりますもう,う,うどこもそんななんかあの あのうん、ゴミが置いてあるんですけど、まあ、23日経つとそれまあお掃除業者さんが片付けるという繰り返しなのでだそれによってなんかこんなちょっとなんか無駄だなと思うあのドイツ人も中身に増えてるんですけどやっぱり子供を持ってるあの人とかだったらあの花火を買って花火をするのがドイツ流の,あのまあお正月のやり方ですすバーって目立たくあのすごくご大きな花火をします。 であの、年末っていうのは家族と過ごすんではなくて。 であのお友友達、親友と過ごすすすパーーティーをするっていう習慣がありますなのでだい,たいあのドイツ人はお友達のうちに集まって、まあ、678人ぐらいあのちょっとなんかこうドイツ人にとって大きなグループであのみんなワイワイしてあのなんか新年になるまでにあのなんかこうワイワイしてお酒を飲んでます。であの正月はどんなようなお酒を飲むかっていうとドイツ人はゼクトというお酒を飲みます。 ゼクトあのやっぱ特別な時だったらあのビールじゃなくてゼクトですよねでも中にやっぱドイツ人の集まりなんでビール飲みたい人もいるのでビール飲んでる人もいますでゼクト飲む人が多いんですねあのお正月は。 であとはその新年になる間に何を過ごしてやるかっていうとあのゲームををしたたりりりテレビを見すすることが多くありますそこは日本とは変わりはないんですけどテレビの中でよく振り返す一つの番組としてあのいろいろありまして一つはその例えば何か歌うあのドイツもなんかお正月になると歌歌の番組とかあとなんかイギリスのおばあちゃんは友達全員死んじゃったのであのその なんかお手伝いさんがその友達の分にずっとあのお酒を飲んでるあの変わってる番組をずっと見ますとかまあそういうテレビを見てでそのだんだんなんかこうあの新年に近づいた時にカウトーンが始まってでそうするとベリーンの風景とか見てあとちょっと123みたいなところでなった瞬間にわーって花火が上がってる感じなんですよね。 で、あの、その時にドイツ人は何をするかっていうとあの、親とじゃなくてあの、お友達と過ごしてるのでその時に親に電話します友達と一緒にいるから親にあけましておめでとうございますというのはなんか信念になった瞬間にみんな電話するのであの、昔電話がすごくつながりにくかったみたいな感じそういうのがありましたであの、ご飯何を食べるかっていうとあの 大体いいホームパーティーなのでみんなが持ち帰りで何かを持っていくみたいな感じですね。で、あの若い人が集まるも、まあ、集まるほどポテトチップスとかあのそういう体の悪い人をあのいっぱい食べます。で、あのうん、いっぱいお酒飲んできて大体いい次の日が2日酔いです、まあ。ドイツのお正月の習慣はこんな感じです。さてどうですかみんなあのドイツでお正月もしあの過ごしたことあるならそのエピソードをコメント欄に書いてこの動画にいいねをして で、ここにある、あの、チャンネル登録をお願いします。お願いしますチャンネル登録してね